にちは、先月でございます。今日はね、男子ご飯ですね。また、テレビ東京のテレビ番組男子ご飯の中から今日はサバ缶のピラフというものをね、作っていきたいと思います。なんか最近ね、男子ご飯ばっかりやってるんですけど、男子ご飯ね、オフィシャルのサイトにレシピ載ってるんですけど、あれがね、公式のサイトの中身が1週間ごとにどんどん更新されちゃうんで、ちょっとやっていかないともう作れなくなっちゃうんですよね。レシピわかんなくなっちゃってっていうことでね、ちょっと今一生懸命それを追いつくようにやってるんですけど、とりあえず今回はね、また前回と同じようにサバ缶を使ってピラフのというものをね、作っていきたいと思っております。で、仕事柄私ちょっとその番組自体は直接見れないので、本当に公式に載っているそのレシピを見てやるもんですから、番組とは若干差異があるかもしれませんが、そこはもうご理解ください。というわけでね、まず材料紹介の方からやっていきます。はい、それでは材料紹介ですね。まず米が2合、あと、お野菜ですね。お野菜が、人参、玉ねぎが 40g、 あとマッシュルームが3個ですね。はい、あと、オリーブオイルが大さじの1、お塩が小さじの1/2、あとは、白ワインですね。白ワインが大さじの1と、ニンニクが1かけ、あとローリエが1枚とサバ缶、あとは、くし切りにしたレモンですね。くし切りのレモンが、1/6個と、あとは黒胡椒、こちらになります。というわけで今から作っていきます。はい、ではね、まず一番最初米の方を研いでいきます。米はね、ボウルの中でザルでやっちゃってください。ちょっと今回ボウルがちっちゃいんであれですけど、いいよ。で、まあ今の米は精米上手にやってあるので、あんまりね、こう昔みたいにガチガチやらなくていいと思いますね。本当に表面をきれいに洗ってあげるぐらいでいいと思います。昔は結構気が甘かったりとかしたんでね、そういうところで結構ガチガチに米磨いてあげなきゃいけなかったりとかしたんですけど、現代はね、結構精米も上手なので、そんなにガチガチやらなくても大丈夫だと思います。で、このようにね、うまく洗ってあげて、多少この白いのが残ってる状態まで、米を洗ってあげて、で、ある程度洗ったら、これでもう外してしまって、この状態で置いておきます。はい、そうしたらですね、米をこう浸水させているというか、ちょっと置いている間に野菜の方ですね、玉ねぎの方も、玉ねぎ、人参はみじん切りにしていきます。こんな感じね、よいしょ。玉ねぎはこんな感じ。はい、そしたらね、人参は皮を剥いてあげて、いいよ、皮を剥いたら、これもみじん切りですね。こんな感じにみじん切りにしてあげてください。はい、続いてマッシュルームですね。マッシュルームは縦にこうスライスですね、よ、こんな感じで、よいしょ、してあげてください。これで、材料の下処理の方は終わりになります。はい、そしたらですね、今回サバ缶のお汁の方は、まず一回こちら計量カップの方に移してもらって、で、ここに、白ワインですね、大さじ1杯の白ワイン、あとお塩を入れて、あとはここにお水で、トータル 350ml になるように薄めてあげたものをここに入れていきます。なので、あと 150cc。 はい、ではこれから調理の方に入っていきます。はい、そしたらですね、まずオリーブオイルをフライパンの中に大さじ1入れてもらって、中火にかけます。で、そこにちょっとごめんなさい、さっき動画撮り忘れたんですけど、ニンニクをみじん切りにしたもの、こちらを入れて、香りが出るまで
きを入れていきますね。はい、ここでねこのようにニンニクがふつふつしてきたら、ここに先ほどの米を入れます。で米に油をまずぐるっと回してあげて、米に油が回ってきたら、ここに人参ですね、人参と玉ねぎ、そしてローリエを入れて軽く炒めていきます。野菜がこうしんなりするぐらいまでね、これで軽く火を入れていきます。それでこのようにねだいぶしんなりしてきたら、ここでもう炊飯器の方に入れて、普通にさっきのこちらですね、こちらさっき合わせたものと一緒に炊いてあげてくだされば OK です。うちの場合は炊飯器がないので、うちは土鍋で炊きますので、ここからも土鍋で炊いていくようにします。はい、でこの炊き上がったというか、軽く炒め終わったご飯を土鍋の方にこう全部入れてあげて、さあここにこちらですね、これをもう全部ジャーッと入れて、でこのまま炊飯していきます。でマッシュルームの方は最後に入れるみたいなので、とりあえずここではまだ手つかずの状態ですね。でこれをこちらに乗っけて、よいしょ、土鍋の場合はまず強火で一気に火を入れていきます。ごめんなさい、1個抜けました。土鍋というか炊飯器に入れたら、ここにサバ缶ですね、サバ缶を入れてあげて、よいしょ、これで炊飯の方していきます。はい、土鍋で炊く場合はね、こうやってちょっと沸騰してきたら、ここでもう本当にとろ火まで落とします。でこれで15分ぐらいですね、置いておけばもう自然と炊けるので、このままとろ火で15分炊いていきます。はい、これでね15分ぐらい経ったんでね、そしたらこちら開けて、よいしょ、ここにねマッシュルームですね、マッシュルームを入れて、これでまた蓋をして5分ぐらいちょっと余熱で火を入れていきます。はい、これでね5分ぐらい経ったので、これでちょっと余熱で熱が入ったと思います。入ってますね。そしたらこれをこうざっくり軽く混ぜて合わせてあげて、よいしょ、お皿に盛ったらこれで出来上がりになります。はい、でね、このように盛り付けて、ここにレモンですね、レモンを置いて黒胡椒を軽く振りかけたら、はい、これで出来上がりになります。はい、それではできましたね。今から食べてみたいと思います。とりあえずレモンは絞らず、そのまま一口ですね。すごい優しい味で美味しいですね。そんなにこう味が濃くなくて、ピラフラっていう感じではないですけど、嫌味がなくて本当に美味しい味がします。で、次ねちょっとレモンの方振って食べてみたいと思います。よいしょ、いただきます。レモンが入るとそこに酸味と香りが入るので、よりね洋食感が出てきて、これ美味しいですね。すごくよくできてると思います。個人的にはもうちょっと味強くてもいいかなとは思いますけど、これぐらいの味の方が飽きずにずっと食べれそうですね。美味しいと思いますよ。よくできてると思います。マッシュルームもね、香り、余熱で火を入れてるので火が入りすぎてなくて、食感もいいし香りもすごくいい、いい、なんていうんですかね、調理法だと思いますね。炊飯器使えば本当に簡単ですし、全然ね前日とかに作っといて朝炊けるようにしといてもいいと思うので、すごくね簡単で美味しいレシピだと思います。やっぱり栗原心平さんのレシピはすごくいいですね。簡単で美味しいし、味も強すぎないので結構量も食べれるし、本当に上手に作ってくるなっていう印象があります。ここまで 3つぐらい作りましたけど、本当に上手だなっていう印象があります。ですのでね、興味のある方は一度作ってみてはいかがでしょうか。
というわけで今回は、テレビ番組の男子ご飯の中からサバ缶のピラフの方を作ってみた動画でございました。また次回次の動画でお会いしましょう。じゃあね。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価の方をしていただけるととても嬉しいです。動画制作の励みになりますので何卒よろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。